けるように熱く、逃げ場がありません。大コウモリたちは絶え間ない熱を何とかして避けようと必死でもがき苦しんでいました。あれは本当に恐ろしい光景でした。冬場は好んで日光浴をする大コウモリですが、夏場は全く異なります。日中の気温が40度近くまで上昇すると、大コウモリの行動に異変が見られます。まず